まずは0を書きましょう。0に1を足すと、これ当たり前ですね。1。1にまた1を足していくと、2。2にまた1を足すと、3。そして4と。小学生の頃はこうやって数が増えてきたんですね。1から1増えると2。2から1減ると1。1からさらに1減ると0。それでは0から1減るとこうなります。この記号。まいなすマイナス1と呼びます。今までは0の右側に数字が増えていきました。これからは0の左側の世界も考えます。マイナス1から1を引くとマイナス2になります。さらにマイナス2から1引くとマイナス3になります。もう一回引くとマイナス4になります。このマイナスの記号がついた数。これらを負の数。負の数と呼びます。左側の負の数に対して、これまでの右側の数、負の数と区別するために記号をつけます。この記号、プラス、プラス1、プラス2、プラス3、プラス4。プラスの記号のついた数を、正、の、数。正の数と呼びます。そして、真ん中にある0は、これは、正の数でも、負の数でも、どちらでも、ないと。まずは、覚えてください。